から呪われる。真似すると危険。そこには検索してはいけない情報が氾濫していた。さあ、ということで始まりました検索してはいけない。あんまりこういうこと言いたくないんですけど、こういう番組やりたくないんですよ、私は。もうね、本当関わらないのが一番ですよ、こういうの。いや、皆さんはどうですか、こういう番組。やだ、怖い、絶対やだ。だって、番組収録の前にお祓いしたことありますね。あの人、本物でしょ。本物ですよ。まあまあの長さだったしね。結構長かった1本目から重めでしたね。すごいレベル高いんじゃない。ちょっと いや怖かった、想像以上だった。もうちょっとライトなのやろうよ。いや本当、自分がもしこの番組の視聴者だったら、絶対チャンネル変えるし。見たくない。自分だったら見たくない。そんなことない。みんなチャンネル変えない。でもこの VTR は仕事だから見なきゃいけないし。芸能界向いてないわ。でもね、やっぱり今日あの私たちだけではちょっと心もとないということで、専門家の方をお呼びしております。結構世界でもたくさんあるんですか、こういうオカルトのものって。そうですね、さっきあの呪われた絵っていうのがあのやってましたけど、結構イギリスにありまして。イギリス、はい、あのデパートでよく複製画っていって、あの安くまああの印刷されて売られてる絵があるんですけど、まあそれで男の子があの泣いてこう泣きべそを描いてる絵っていうのがあのありまして、ちょっと可愛い、ちょっと可愛らしい絵なんですけど、そこまで怖くないけど。そうですね、これはあの消防士が火災現場をこう調べてまして、で2、3件立て続けにあの家が燃えたんですけど、必ずこの男の子の絵が焼け残ってるっていうことが2、3件立て続けに起きたそうなんですね。どのお家でもこれだけは残ってた。そうなんですよね、家が全焼しても絵だけ残ってるっていう状況が、まあ、2、3件続いて、ある家では2枚かけてたそうなんですけど、うん、他の絵が燃えたのにこの絵だけ2枚残ってたとか。だって複製画ですよね。複製画なんですよね。なのにだから念とかがすごい入ってると、複製画でもそういうなんかあるんですかね。そうですね。ちょっとまた歴史が絡んでくるとね。奈々ちゃんはどれぐらい理解できた？いや、ちょっと難しかったんですよね。そうだよね。はい、でも風水ですよね。風水のことは風水ね。あ、風水じゃない。風水。ごめんなさい。あの風水。OK です。ありがとうございました。ちなみに佐藤さんが世界中ね取材していて、その中で怖い場所っていうものありました？そうですね、たくさんあるんですけども、これはあのタイ地獄寺、はい、タイっていう国はですね、あの変わったお寺っていうのがものすごくたくさんありまして、あの日本だとやっぱお寺っていうとあの仏様をこう祀って天界を再現している場所なんですけども、タイだとその反対の地獄もお寺の中にこう再現するんですよ。まあ、こういう、怖い、何これ。これはあのタイのピーっていう精霊なんですけど、まあ鬼というか精霊というか。結構な大きさですよね。木と同じぐらい。そうですね。こういうところって人っていっぱい来るもんなんですか？そうですね、逆にあの人を呼びたいからこういうものを作って、あのお寺同士が競い合うような感じで、あの面白いものをたくさん作って。なるほど。やだ。管理人さんがトイレ入ったの。怖い。トイレは我慢できたからね。5月か。もうすぐだよ、もうすぐ。5月何かが起きる。言ってましたね、飛鳥さん。時間ないよ、時間ない。ない。佐藤さん的にはあの沖縄の謎の光というものはどうお考えですか？やっぱり軍事活動の盛んな場所で UFO がよく確認されるっていうのはもう世界中どこでもそうなんですよ。まあ、軍の活動って基本的にあの公表しないじゃないですか。そうですよね。これこういう活動やりますってことだから、まあ隠してるともよく言われますし、米軍自体も把握してないこともあると思いますし。さあ皆さん、飛鳥さんなんですけれども、
どうしてもみんなに言いたい情報があるということです。何何何、私情報をもらってまいりました。何何何、火星人存在してました。アスカさん、アスカさん知ってるんですか。知ってる、いました。しかも写真もあります。見たい見たい、見ますか。見たい見たいです。こちらです。これ入れてた。この衝撃の火星人大公開。こちらです。ほら入れてた。どれ、これ火星の表面の写真なのに見えないの。ほら、どこ映ってるの。じゃあ分かりました。もう皆さんのために今みたいにアップしてお見せします。火星人はこれだ。火星探査機の無人カメラが撮影しますから。すごいね。で計算すると体長が1メートルほどで二足歩行、意外と人間に似てたって。ようやくオカルトって感じになってた。私小学生の時にあの牛久沼ってあるんですよ、茨城に。でそこであのカッパ見ました。カッパの夫婦。本当に小学生の時に本当に本当にあの葉っぱ、でっかい葉っぱに立ってたんですよ、マジでヤバくない。葉っぱいるの。本当に。なんだろう、ちなみにどんな感じで何色なのか。なんだ、あの緑でしたね。緑。やばい。そうすごいね、その話ありがとうございました。バカにしないでください。本当ですよ。あれ、これオカルトですよね。オカルトの番組ですよね、これ。本当ですよ。そあれすごい怖いですよね。怖いっていうか急にテイスト変わっちゃってさ。だってクララ見ました。クララ、いやクララ見ました。クララはびっくりした。ショックでかいですよね。なるちゃんのネタってこれで終わりですか。これ終わりですね。あれもう一個ない。あのすごいやつあるでしょ。なになになに、なるちゃんのすごい情報。知らない知らない。じゃあちょっと、なになになに、あのじゃあ皆さんも見てください。じゃあこんな画像があるんです。鈴木奈々さんです。何これやだ。実は奈々ちゃんがエステに行った時にマネージャーさんがこっそり撮った写真らしいんですよ。これあ、そうそう、これあれなんですよ。包帯エステみたいなの知ってます。ハワイにある。で1時間ぐらいずっと巻かれて寝てたんですけど、こんな状態になったんですよね。旦那さん見たらどう思うかな。最近旦那さん夜がすごい雑になってきてるんですよね。すごい。何なんか結婚してからすごい雑で。どうしたの。え、何、分かんないんですよ。こちらです。え、これ見て。え、本当ですか。これね、発見したのは台湾の方なんですね。で場所は京都の府内郡っていうところなんですけど、まあ、手足がないんですよ、うん、だったらヘビなんじゃないかっていう人もいるかもしれないんですけど、ヘビってまぶたがないんですね。でもこの土の子はまぶたがあるの。ヘビではないでしょ。で、まあ、トカゲの変種ではないかという情報もありますが、真相は闇の中。どうなんだろう。形エロいですね。土の子って、ねね、私そういうの対処できないから。ね、ちょっとエロいですね。振らないの佐藤さん。